どうも、石川です。はい、今回はですね、登録販売者最強勉強法実践編丸1やっていきたいと思います。丸1があるということは、まだ次もありますよ。前回はですね、皆様には準備編ということでお話をさせていただきました。皆さん準備はちゃんと整いましたでしょうか？テキストは一冊でいいですよ。問題集用意しましょうね。手引きを用意しましょうね。そんな話させていただきました。今回はですね、じゃあどうやって実際に勉強したらいいのか。そんな実践編ですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、では、まず早速ですね、こちら。テキスト何週、過去問何年分。どうでしょうか。はい、こちらテキストは、4週、そして、過去問は2年分ぜひ、やってください。やってください。テキスト4週もやるんですか？そうなんです。いや、でも、そんなに苦痛じゃないですよ。皆さん。説明、理由はいろいろお話ししていきます。で、こういったことをですね、実は、ごめんなさい。先言っちゃいますね。この一冊で合格。石川達也の登録販売者テキスト&問題集。こういった問題集とテキスト出しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。6月18日金曜日発売です。加藤川さんから出させていただきます。今現在ですね、Amazon さんから予約。あとはもう販売してるかもしれない。予約することもできます。そして、全国の書店でもですね、6月18日、石川の顔がボーンって並びます。恥ずかしい。で、なので、ぜひぜひ、そちらの書籍にこの内容を書かせていただきました。テキスト4週、過去問2年分やりましょう。そうなんですよ。まずは、ここですね、順を追ってお話ししていきます。今日は、実践編なんで、最初の頃のちょっとお話ししていきますね。まずは、テキスト1週目です。一週目ですね。一週目は簡単に目を通してください。だからここはですね、一日で終わらしましょう。一日で終わらしてください。一日です。一日で終わらしてください。もう簡単にざっくりでいいです。全体を把握してください。まずは、どういう内容が書いてあるのかなっていうのを2時間ぐらいで構いません。ざーっと第1章から第5章までずーっと読んでください。で、あ、こういうこと書いてんだ。ああ、そうなんだっていうところですね。全体を把握していきましょう。いいでしょうか。なので、細かく読み進めなくていいです。どんなことが書いてあるのかなっていうところを、まず全体を把握してください。だから、まず一番最初、勉強し始めの仕方です。まず一日で、テキスト買ってきて、よし、じゃあやってみようというところで、最初から読んでいくと大変なんで、まずはざっくり全体を把握して、あ、こういう試験なんだな、こういう内容なんだなっていうのを把握していきましょう。そして、今度は丸2番目です。今度は、2週目です。2週目に突入します。はい、2週目は、勉強の濃淡を決めていきましょう。そう。だから、ここの段階は、だいたい約1週間でいいです。1週間でいいです。なので、1週間でここを見ていきましょう。1週間でいいです。1週間でいいです。だから、まずは暗記しなくていいです。暗記しなくていいので、まずは、どんなところ、ね、理科、あ、ここは分かりやすいな、とか、あ、ここ難しいね、っていうのを、ざっくりここも読んでいきましょう。ね、一週目ざっくり、ここもかなりざっくり全体把握して、そして、二週目から、少し、ちょっと、まず文章を読んでいく、追っていくところですね。追っていくところを始めていきましょう。で、これを一週間でやってみてください。そうすると、あ、ここは理解しやすいな。あ、ここ難しいとこなんだ。よし、次やるとき、ここゆっくりやんなくちゃ。というところで、ここをしっかりと、その、どこが、難しい、どこが簡単なのかの濃淡を決めてください。はい、なので、この2週目の段階では、ここで、しっかりと勉強の計画です。勉強の計画を立てましょう。計画です。計画を立ててください。ね、要は試験まであと何日、何ヶ月ある、何日ある、そこの計画を立てるのはここの段階です。ここの段階でぜひ計画を立てていただいて、そして、自分は、ね、皆さんのね、それぞれのライフスタイルによって全然違いますよね。一日何時間勉強しよう。ね、よく質問もいただきます。一日何時間勉強したらいいですかという質問いただくんですけど、その方のライフスタイルによっていろいろ違います。
だから、1日ね、8時間勉強できる方は、ぜひ8時間勉強してください。いや、1日8時間無理だよっていう方は、1日10分でもいい、20分でもいい、5分でもいいので、勉強してください。そして毎日コツコツやることが大事です。で、その毎日コツコツやるということをぜひ計画を立ててください。なので、1ヶ月単位の計画、ざっくり立てていただいて、そして1週間あたりの計画をざっくり立てていただく、そして1日あたりどういうふうにやっていくのかというところの目標をですね、立ててください。その目標、計画はですね、綿密に組みすぎると、後で苦しくなります。どうしよう、全然できてないってなりますので、ある程度幅を持たせてざっくりとした計画を作ることがとても大事です。なので、そのために、ぜひ、この1週目、2週目の段階で、1週目で全体を把握して、そして2週目で、どこが理解しやすい、どこが難しいというところをか、計画を立てて、そして第1章は、ここはいけそうな気がする。第2章、ここ結構難しいね。よし、このぐらいの時間がある程度かかるんだなというところをですね、ぜひぜひ、ここでざっくりと、1週間かけて、読み込んでいきましょう。そして暗記はしちゃダメです。繰り返しますけど。暗記をすると、ここで、よし、じゃあいっぱい覚えなくちゃ時間かかっちゃいますから、1週間で終わりません。なので、ここをとにかく、そういった形で、やっていってください。なので、1週目、2週目ですね。あとまだ2週残ってます。続きは実践編、続きのところでやっていきますよ。はい、ということで、そういったことがこちらの書籍に書かせていただきました。ぜひぜひ、なかなかですね、そういう書籍のところに勉強方法が書いてなかったので、入れさせていただきました。ぜひ、そういったところで皆さんの勉強に役立ててください。そして最後じゃん！こちら見てください。書籍を使った直前セミナー会、やります。こちらはですね、今こういろんな世の中の状況なので、ここはですね、オンライン上で、そしてごめんなさい、これは収録型でさせていただきます。なので収録型を配信というような形になります。で、ここですね、有料になります。お金かかります。で、こちら、受付、予約受付実施中です。下の概要欄ですね。この画面の下のところに、なんかこう三角のボタンが、ちっちゃいのあると思います。そこピッてやるとバーッと出てきます。で、そこに、概要欄というのがありますので、わからなければ、YouTube 概要欄どことかって調べていただくと出てきますので、そこにですね、予約ボタン、予約する、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ、そこからですね、内容を見ていただいて、よし、ちょっと受けてみようかなとか。もしあれば、受けていただければなと思っております。で、そこはですね、特別なセミナーにさせていただいてます。テキストを使って、テキストを皆さん、読み込んで、そして、その内容ですね、詳しく説明させていただきます。で、そこに関してはですね、私、YouTube でいろんな動画配信させていただいてますよね。YouTube には言ってないことも言ってま、入れてます。じゃないと皆さんお金出していただいてる意味がないですよね。だから、もちろん YouTube でお話ししてることもやってますけど、YouTube にも言ってないこともね、実はね、ありまして、こういうふうに覚えましょうとかね、そういうことも入れさせていただいておりますから、ぜひぜひですね、楽しみに、していただければと思います。一応こちらのセミナーはですね、6時間ちょっと、もうね、今ちょうどこの格好で収録してるんですよ。6時間も多分超えさせて、もうちょっと怒られちゃうんですけど、6時間超えて、入れているつもりですので、なので、約6時間ぐらいで、入れさせていただいておりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。詳しくはですね、概要欄のところにですね、リンク貼ってますので、そこに書いておりますので、ぜひぜひですね、皆さんごめんなさいね、宣伝で。でも、ここ、ぜひ、ぜひぜひね、ここね、しっかりと皆さん理解していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。YouTube のところだったりとか、あと、LINE のところからごめんなさい、予約できないので、ぜひ、YouTube の下のリンクのところで、リンク貼ってますので、そこから、ご予約いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、本日も皆さん、動画見ていただきまして、誠にありがとうございました。